ダークセイバーです。今回は、アケダーと3歳世代に対するみんなの反応集を紹介します。それでは、ドドドどうぞ。なんだかんだフォーエバーヤング以外も粒揃いな気がして、おのおのどんなローテでも春が楽しみ。フォーエバーヤング筆頭に海外行くの多いけど、ダート3冠出ますって言ってる有力馬はどんなのいたっけ？アマンテビアンコは結局国内らしい。イーグルノワールもなんか発表ないしわからなくなってきた。アマンテビアンコは普通に招待来なかったのかな感はあるけど、イーグルが急に国内の方がトーン高くなったのはなぜだろう。105あったら基本いけそうな気もする。イーグルはフォーエバーヤングに負けた後にサウジダービーと国内路線のように睨み始めてたから。まあフォーエバーヤングの存在じゃない？サウジに関しては招待が来なかった説も普通にあるから、邪推もなんとも。なんやかんやヤング以外の有力馬は国内な気がする。結局イーグルノワールもアマンテビアンコも多分雲取り賞だな。雲取り賞は中央馬相当のメンツになりそう。UAE ダービー登録馬も結構いるからどうなることか。ミッキーファイトじゃないの、距離とタイムと末脚的に。2勝クラスだから出れるのか？他馬の動向次第。万全な状態の里のフェニックスとフォーエバーヤングの対決楽しみ。アマンテビアンコとイーグルノワールは UAE 登録はしてるみたいだから結果次第では海外行くかも。確かに雲取りから UAE は全然あり得るローテだな。万全な状態のアンモシエラとの世代代表ボバの対決見てみたいけど、エバヤンとアンジョーかぶるんだよな。アンモシエラはもともといろんな機種乗ってるからそこまでこだわりはないと思う。持ちの気象で境になったのは松山がオーストラリア行くから無理になったからだし。境はヤング選ぶだろ。参戦すべてで結果出てるし、所属厩舎の馬、変える必要ない。そうなったら多分フォーエバーヤング選ぶやろな。厩舎的にもそうだろうし、期待度的にも境が多分離さない。ミッキーファイトはヒアシンスステーションと雲取りのように睨み、ヒアシンスステークスから景品杯ならアンモシエラとぶつかるかな。雲取り賞にミッキーファイトと伊達の将軍来るならここ勝った馬がそのまま羽田杯取りそう。アンモシエラは羽田杯までは混合だけど、そこからは関東オークスとかの牝馬路線に戻りそうかん。いやミッキーやヒローがどう判断するかわかんねえな。アンモシエラはブルーバードカップの調子で勝てたんだからダート3冠行くんじゃないかな。羽田杯でイーグルノワールやアマンテビアンコに着差つけられなければ東京ダービー選びそう。冬毛ボーボー、長距離輸送連続でマイナス12キロ。どう見ても痩せてる、いつもより暴れてる。細順は全く推奨せずだったからな。細順がレース後誤り倒しててちょっと面白かったけど。境は来年の注目馬にフォーエバーヤングをレモンポップと一緒にあげるほどだからな。自分から手放そうとはしないでしょ。アンモシエラは勢い続くうちは混合で走るんだろうな。使い詰め出し休みたいところだが、ブルーバードカップが優先出走権とは無関係なレースだから。国内でやるなら来月ら辺にどこか出ないといかんが。景品杯までなら2ヶ月間隔空けれるから放牧からの底目指すんじゃないかな。さすがに登録してるだけでサウジや UAE 行くのは正気と思えんし。アンモシエラボバと勘違いしてるやつ多すぎていき。だってアンモシエラよりアマンテビアンコの方が牝馬っぽい名前してるし。エバヤン4250万、イーグルノワール3130万、ゼルトザーム2000万、アンモシエラ1900万。サトノフェニックス1500万、エコロガイア1250万、アマンテビアンコ1000万、ゼルトザームは今後もダート出るかわからんけど、900万以上組はこんな感じかな。サツキダービーからジャパンダートダービーに行くサンライズジパングを見たい。ジャパンダートダービーは消滅したけど、秋のジャパンダートクラシックの出走枠は広いからこっちは出られそうだね。芝の賞金は除くとかの規定はなかった気がするし。フォーエバーヤングはサウジよりも UAE の方が期待が大きい。UAE までにケンタッキーダービーポイントが溜まってないと帰国しても3冠路線に合流できないので面倒なことになる。サウジはどっちかというと海外ダートのペースに慣れさせる目的なんじゃないかな。セットアップもサウジ次第でダート路線継続なのかな。サウジの結果でダート行けると判定するのは危険って先輩が語ってそう。エコロガイアとかいう戦前距離持つわけないって思われてたのに思ったより行けたやつ。カタールの謎レースに登録してたぞ。アルライアンマイル芝1600なのはなぜなのか。海外行く時点でびっくりしたのにダートでもないのすごいびっくりしたわ。ダートは特にそうだけど、競馬場ごとに砂の厚さや性質が違うから海外も国内も3歳までの間は、ほとんどの場所で出たとこ勝負になってて、戦前は評価クソ高かったやつが沈んだり、逆に評価低かったやつがクソ強かったり、それらの逆として順当に決まったりだからな。主ここまで話すとは、先生これほど強いとは。
厩舎スタッフあんな走りができるなんて、ヤングはまだそこを見せていないのが楽しみだ。フォーエバーヤングの最大の不安要素はキックバックかな。JBC だとキックバック嫌がって後ろに下がってたからより強烈になる海外のキックバックに耐えられるかが課題だな。雲取り賞。中央イーグルノワール海外と両睨み、アマンテビアンコ、ノットイナフ、ミッキーファイト。地方立ての将軍、ライゾマティクス、ウルトラの星、ギガース、カプセル検討中。景品杯。中央センチュリボンド、地方富士ユージーン、ブラックバトラー。雲取り賞出た中央馬は景品杯は基本的に出られないから逆に雲取り賞出られなかったら景品杯は出やすい。景品杯に来そうな賞金上位が現状アンモシエラくらいだから900万あれば結構チャンスありそう。富士ユージーンにはここも突き抜けてもろて、ゴルバロ君の高校息子継続してほしいところ。イーグルノワールは半路調教本数多いが最近早い時計の追い切りがないな。海外輸送込みの仕上げに不安があるかもしれないからサウジを外したかもね。持ちの木将組結構構想してるから足の10エース1も楽しみ。単純にイーグルノワールはそれで調整遅れたからな。仮にフォーエバーヤングに勝てなくても2着で4400万円、3着で2200万円、4着で1100万円、5着で550万円ももらえるし、もともと乗り気ならチャレンジしない手はない。サウジダービー結構メンツ揃いそうだしな。そういえば海外の明け3歳勢全然知らんな。去年の今頃はフォルテとかが話題になってた気がする。ケンタッキーダービー前売りだと、9.0 フィアースネスブリーダーズカップジュベナイル圧勝、16.0 ロックと G1 ブリーダーズフューチュリティ勝ち、21.0 ドーノック G2 レムゼンステークス勝ち、26.0ケンバーレイク G1 シャンペンステークス圧勝、31.0 オナーマリー G2 ケンタッキージョッキークラブステークス完勝、31.0 ナッシュミ勝利14分の1差勝ち、31.0 シエラレオネ G2 レムゼンステークスを2着、31.0 フォーエバーヤング、あとはアメリカンファラオステークス圧勝ムースとカデルマーヒューチュリキ勝ちプリンスオブモナコ。アンモシエラが負けたレースの1着馬、ラムジェット、その後カンツバキ賞勝つ年、イーグルノワール、兵庫ジュニアグランプリなど勝利、サンライズジパング、若駒ステークス勝利、レガレイラ、ホープフル勝ち馬アンモシエラの走るレース出世レース説。アンモシエラが任した2着馬も構想傾向にあるからレベル高いレース製造機なのかもしれん。ルディック、なかなか勝てないけど崩れもしない、あられたバシル、持ちの気象後の1勝クラス解消。エコロガイア、次カタール芝1600。今のところ国内残り総組の習得賞金、3130万イーグルノワール、2090万サンライズジパング調教師コメント的にサツキ行きそう ?1900 万アンモシエラ、1000万アマンテビアンコ、900万1勝クラス勝ち上がり馬。景品廃止列な枠争いになりそう。アンモシエラと再戦になる馬もそこそこいそう。なんでブルーバードカップで羽田杯優先出走権を中央馬はもらえないんですか？アンモシエラ出資民間。なんでだろうね、本当に。まあ叩き評価方だからよしと思うことにする。今年のダートは割と群雄割拠になるのかな。海外行くはずだったイーグルやアマンテビアンコが国内行くってなってるのもあって国内は群雄割拠になりそうだね。単純に賞金持ってるアンモシエラ、イーグルノワール、アマンテビアンコが羽田杯出走有力かな。ダート三冠戦線見るようになって今までより一層習得賞金に詳しくなったかもしれん。イーグルノワールも国内だろうしミッキーファイトもおるし3歳白毛馬の強い方もおるし、意外とダート三冠も盛り上がるんちゃう？意外と集まりそうよね。ドバイの方にどれだけ行くかわからんがおそらくサウジ行く組とほぼ変わらんやろうし。伊達の将軍押されてること多いけどタイムとかその辺の裏付けも優秀なのかな？はい、成功記念が1分42秒後に対して2日後の A2B1 戦リゲル賞が1分42秒8。ついでに富士ユージーンの南部駒賞1分38秒0に対して同開催のコバ B1 戦は1分40秒2、1分39秒9、1分38秒9、1分40秒4、1分39秒8。やっぱり同開催で比較するのが一番測りやすいのね、ありがとう。案外国内も盛り上がるんじゃないかな。KY ダービー路線は UAE ダートしか日本勢が使いやすいのないし、羽田杯トライアルでミスったからユニコーンから。東京ダービー戦みたいなリカバリーもできないし。残るメンツを考えても海外は海外、国内は国内でどっちもなんだかんだ盛り上がりそうよな。伊達の将軍は雲取り賞出てくるみたいなのでそこを楽しみに待とう。三冠路線はあとは地方勢でやれる馬がいれば完璧。ウルトラの星は帰って佐賀三冠行く予定だから伊達ちゃんか富士ユージーンが怪物であってほしい。
あれ？ウルトラは雲取りじゃなかった？雲取りの後は帰る予定なんだ。もったいないな。ブルーバードカップではバロンドール同様不利があってもスムーズだった勝ち馬と差がない競馬できるんだから。差がでかくしたがりしてないで難関で走ればどこか大きいところ取れそうなのに。雲取り賞で権利取れたらもしかするかもね。地方馬のうち上位2頭までに入れば優先権もらえるから可能性ありそうだな。アンモシエラ以外で中央のダート牝馬って聞かないけど、勝ち上がって素質見せてる馬どれくらいいるんだろう。ダート戦を勝ち上がった牝馬は全部で68頭。そのうち1勝クラスを走った馬は37頭いて勝ったのはアンモシエラただ1頭。2着3回、3着2回で勝ち上がる馬はいずれ出るが現状は厳しい。関東オークスとかに向けての情勢も知りたかったけどまだまだって感じか。世代別に過去10年調べたが牝馬が3歳1月までにダート戦1勝クラスかオープンを勝ち上がる頭数は平均3から4頭。牝馬限定戦も含めた頭数だから今の時期に関東オークスの情勢を知るには少し早いと思う。3月か4月まで待てば勢力図は見えるかもしれない。